皆さんこんにちは。今日は鍛造塾1回目です。はい、これからですね、定期的に、月に1回から2回ずつぐらい、小学生を対象に自転車の乗り方とかレースの楽しみ方をスクールで覚えていってもらおうかなと思ってます。それを今日はその第1回目ということで、これからやってみようと思います。爪がついてるのを上に引き上げてもらって、くるんとくるんと持ち上げる。そうそうそう、それを上に、そう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 、そうそうするとガチンと、できた？はい、ブレーキの幅がちょっと広がります。分かった。ブレーキしてみたらちょっと緩くなってるのが分かる。これと分かる？変わる？あ、そういうこと。ヒロピースっていうレバーがついてる方に体を持っていってもらって、うん、はい、こっち側に行って、まずはこっちに行こう、こっちに。まず。で、まあ、しゃがんで、で、このビッグリリースっていうのを、レバー分かるかな、これを起こしてもらっていいですか。この下の、ここのパイプに沿わした形で止めてもらって、その代わりここに沿わしちゃったら指が入らないから、ちょっと下にずらして止めるみたいな。まあ自転車によって違うんで、それはちょっとまあいろいろ試してみてやってみてください。後ろとかも、はい、じゃあ行きましょう。 OK。 あれ届かんかったな。あ、いいよ、どんどん来ていいよ、どんどん来て。いいか。じゃあまず、あ、一旦そっちです。あの、こっちからくるっと回って、こっち回ってきて。はい、ここ回る。ぐるーんと回る。で、これを今度ぐるっと回る。はい、ぐるっと回った。こっち来て、こっち来て。こっち。あ、まあいいや。よし、OK。まあ、で、こっち側から。ちょっと難しいかな。うん、あっち回って、こっち。どこに行く？はい、はい。おっしー。はい、行こう。よし、いいよ、いいよ。はい、オッケー。よし、じゃあ次からは、おー、いいね。オッケー、オッケー。いいよ。おい、いいよ、いいよ、オッケー、オッケー。はい、じゃあ行ってみよう。
それから2個目いってくるっと回って鍛造塾の方終わりましたと言ってもですね、実はもうすでに数日経ってしまってるんですけども、これを撮ってるのは、本当に今回、何人だ4家族で6の7人、4家族して小学生が7名集まってもらいました。スタッフの方はですね、店長の高野さん、そして富尾選手、金谷体育大学の富尾選手に手伝ってもらって、無事、終えることができました。はい、本当に感謝してます。そうですね、もう本当に子どもたちが楽しんでやってくれたんで良かったです。本当にそれにつきます。はい、今度はですね、定期的に 不定期で、僕の空いてる土日とかを使ってこうやってやっていけたらいいなと思います。あと本当にね、これ今映ってますけど、ユクサ、大隅海の学校、まあ、その中の体育館を使って見えるかな、これショールームでこんな感じで、はい、鹿児島ファンライド金谷店の方がありまして、まあ、何よりの強みは雨が降った中でこの体育館を貸していただいて開催できたことかなと思っております。本当にそこも感謝しております。はい、ということでですね、また次回いつになるか分かりませんが、引き続き鍛造塾、それから、パソコンの方の調子が戻ってくればこうやって鍛造チャンネル上げていこうと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いします。